こんにちは。神田です。J2 リーグ第2節大宮新潟戦。結果は2対2の引き分け。まあ開始早々からですね。やはり大宮が前からアグレッシブルに、えー、ボールにまあ行くというか、人を人をまあ捕まえるような守備をしてきていたので、 ま、新潟からすると、まあ、大宮のね、選手を一人でも剥がせると、まあ、その先の状況が、まあ、だいぶ変わってくるんじゃないのかなと思って見ていました。で、新潟は、えー、ディフェンスラインでのビルドアップにね、えー、やっぱこだわってきていたんですけども、あれだけね、大宮が前から来ていたので、新潟がね、奪い返しても、 大宮がすぐ、すぐに、えー、守備をしてくる。ああなると、まあ、どうしてもね、こうミスが続いてしまうと、まあね、ちょっと、失点してしまうというか、うん。まあ、新潟のね、えー、ビルドアップの部分、やることは、えー、曲げなくていいと思うんですけども、まあ、前のね、動画でもお伝えしましたが、まあ、立ち上がり、えー、ロングボールを蹴って、 プレス回避というか、より、えー、確実なことを、まあ、プレーを選んでもね、よかったんじゃないのかなと。で、前半ね、立ち上がりから、まあ、大宮は、まあ、運動量を上げて圧力をかけてきていて、まあ、前半残り10分ぐらいですかね、えー、大宮の前線の選手の、まあ、プレスをですね、新潟がうまくね、かわし始めたところから、 まあ、大宮のプレスバックが遅れ始めてから、まあ、新潟がね、うまく、こう、縦に押し、えー、進めていけたと思いますし、こう、ボールを前に、えー、持ち運びながら、こう、全体をね、押し上げることができ始めたかなと。で、大宮が、えー、最終ラインがですね、横浜 FC 戦より、こう、ちょっと高い位置でラインをね、えー、敷いていたと思うんですよね。 なので、新潟が縦パスのね、くさびを入れるんですけども、そこを入れさせないために、えー、最終ライン、えー、高く保っていたので、そこのね、えー、縦パス入ってきたところを、えー、潰しにね、来ていたなと。 そこは、えー、開幕戦の時に比べて、大宮が、えー、しっかりね、修正してきた部分だし、まあちょっとね、新潟がうまく攻撃できなかったところは、えー、それが原因なのかなと。で、先ほども言いましたけども、まあ前半30分過ぎから、新潟のね、ペースになってきたんですけども、えー、最後のね、ゴールに直結するパスがね、味方の選手が、まあ内側に、 走っているのに、パスがね、外側に出てきたり、縦にね、勢いよく走り出しているのに、勢いをね、ま、止めるようなパススピードだったりと、ま、若干、ほんのちょっとね、合わないところ、合わないシーンがあったので、まあね、ちょっとね、もったいないなと思いながら、え、見ていたんですけども。で、後半もね、もう本当に新潟が、 ボール支配率、シュート数、パス成功率も多く、チャンスがあったんですけども、南選手の高セーブもあり、得点をね、奪えないという。そんな中ですね、後半15分ぐらいですかね、川田選手が起点になったところから、自らね、ゴール前まで入っていき、クロスがね、ゴールキーパーに向かっていくボールだったので、 ゴールキーパーもね、川田選手、視野に入っていたと思うんですけども、まあ難しいね、ところっていうか、対応だったと思うんですけども、川田選手がね、よく勇気を持って飛び込んで、まあゴールを決められるという、うーんまあ流れがね、えー、もう悪い中だったので、まあこのまま大宮が行くのかなと思ったんですけども、 大宮にね、2点目決められて5分後に、えー、本間選手から高木選手が決めて、新潟が1点返すという。本間選手がね、何が何でも、こう、前へという気持ちがね、見れたプレイ、フィジカル的にもね、本当にね、えー、倒れずに耐えたところを、よくね、本当によく、えー、高木選手にパスを出したなと。で、そこで、 高木選手が冷静に、えー、ゴールキーパーの動きを見て決めるという、本当にね、えー、素晴らしいゴール。この1点で新潟がね、息を吹き返したなと、えー、思います。で、2点目もですね、えー、伊藤選手がいい守備をしてからの、新潟がボールをね、高い位置で回収できたところから、本当にね、申し訳ないですけども、本当に、えー、あの位置でね、 本間選手をフリーにさせたらもう何に何でもね、できるよねと。大宮からすると、やっぱ飛び込めないし、飛び込んだら、え、ドリ、ドリブルで仕掛けられて、引っ掛けてしまって、運が悪くね、PK になっても嫌だと思う。本当ね、難しいね、守備なんですけども、本当にね、あそこ、あそこの位置に、もう本間選手がやっぱ生きる場所、ほんとね、素晴らしかったな、いいクロスだったなと。 で、篠塚選手も、クッとね、相手の前に出る動きをして、えー、いいポジションをね、取っていたので、えー、ああいうで素晴らしいゴールが決めれたなと。で、まあ、試合をね、振り返ってなんですけども、まあ、時間単によって、えー、両チームの良さが、極端にね、出し合ったようなゲーム展開だったなと。新潟はね、勝ち点3、もちろん欲しかったですし、大宮も勝ち点3は欲しかったのは、えー、間違いないと思います。 で,ですけど、こう、試合内容的にはね、本当にね、面白い試合だったなと、えー、思います。見ていて。で、新潟はですね、攻撃の形、えー、崩しの部分まで、えー、本当にね、えー、去年から、本当完成しているので、まあ、ゴールのね、課題の部分は、この試合では、クリアにね、近い感じじゃないのかなと、結果はね、出たんじゃないのかなと思います。あとは、本当に、 えー、勝ちきるだけ。どうやったら勝ちきれるのか。まあ、90分間の、まあ、ゲームプランの立て方なのか、えー、チーム全体で、まあ、そういったところの部分を考えないといけないのかなと。まあ、先ほどもね、言いましたけども、えー、まあ、プレス、前から来る相手に対して、えー、自分たちのやりたいことを、 やるのもいいんですけども、まあ、そこの部分をね、回避する、まあ、ゲームプランを一つ、もしくは二つ持っててもいいんじゃないのかなと、神田がね、気づいた点、ちょっと偉そうで言って申し訳ないんですけども、まあ、そういったことを持っててもいいんじゃないのかなと。で、次戦が、レノファとの対戦ですかね。新潟がホームに戻っての対戦だったと思いますので、 まあこの試合のね、えー、展望も、えー、ちょっとアップしたいなと思いますので、ま,あ、またね、えー、お時間ある方はこのチャンネルね、見ていただけたらなと思います。本日もね、ちょっと動画の方が長くなりましたが、いつも最後まで見ていただきありがとうございます。それでは、また